塩原ダムは、栃木県那須塩原市、関谷座西山地崎、中川水系放棄川に建設されたダムである。中小河川改修事業を、たびたび実施していた放棄川であるが、より確実な洪水調節の必要に迫られていた、栃木県は、放棄川、中川の洪水調節を目的に1969年、補助地水ダムを放棄川に計画した。 この頃下流沿岸の円な大地が農業振興地域に指定され、かつ流域の約3000ヘクタールに上る水田地帯は稲の早期栽培の導入もあって、田植え時期が早期化。このため4月から5月にかけての用水不足が顕在化していることもあって、農業用水の確保も必要となり、結果考え目的を加えた補助多目的ダムとして、 建設に着手し1978年に完成させた。ダムの形式は重力式コンクリートダム、高さは60.0メートルで、洪水調節、不特定利水、塩原、那須大地の農地への考えを目的としている。2019年10月12日午後9時35分頃、令和元年東日本台風の接近に伴い、緊急放流が行われた。 ダムは日光国立公園内に位置し、千両橋や塩原温泉橋にほど近い観光地内に建設されている。ダム湖である塩原湖周辺は環境整備がなされており、ダム岸には塩原ダム公園が整備された。ここに1999年、塩原湖をまたぐもみじ谷を吊り橋という全長320メートルの歩行者専用の吊り橋が完成した。 この吊り橋では、トラスなどのホツヨシゲタを用いず、横に張ったワイヤーロープで強度を確保しており、無ホツヨシゲタ歩道吊り橋としては、本州一の長さを誇る。春の新緑や秋の紅葉の季節には、鮮やかな景色を湖面に移し、塩原の新観光名所となった。完成年には百十万人の観光客が訪れ、今でも年間五十万人が訪れる日光国立公園の、 観光スポットとして定着している。ダム周辺は熊高の繁殖地でもあり、近年は日光、那須塩原緑の回廊という計画が立案され、自然保護を行おうという動きが起きている。通行料金は大人が1回300円、中学生、高校生、65歳以上の高齢者、障害者は1回200円、幼児は団体個人ともに無料である。また、 那須塩原市民は無料で通行できる。通行料金はこの吊り橋の維持管理費として徴収されている。駐車場は無料で下がんで小型車が123台、大型車が8台、右がんで小型車が25台収容できる。2013年に恋人の聖地に認定された。塩原古城湖上に係かるもみち谷大吊り橋。ありがとうございます。